はい、皆さんこんにちは、バヤシーズクリエイターズです。今日は作りますのは、皆さんですねおなじみの新幹線 W7系 新幹線輝きを作りたいと思います。はい、W7系と言いますのはね、JR 西日本が保有する新幹線車両の一つでして、JR 東日本の E7系とほぼ同じ設計の車体のね、仕様となっています。細かい違いとしましては、側面にですね、小さいロゴがあるとか、車番が違うとか、ね、があるんですけれども、ペーパークラフトとね、してはほぼ同じようなと言いますか、ほぼ全くね同じような設計の車体となっています。作り方はですね、本当に簡単でして、さっきのねカッターで折り線のところに筋を入れましたけれども、筋を入れていただくことで、こうやってね手でも直線的に折ることができますので、すごく楽になります。さっきですね、本体側をこうやって折ってしまいますね。で、こっちもですね、やってしまいます。肩でね、切るときはですね、完全に切り離さないように、表面だけ薄くですね、なぞるように切ることで、こんな感じですね。表面だけね、ハーフカットというんですけれども、半分ぐらい切ることで、こういうふうにね、指でパキッと折ることができるようになります。紙によってはですね、こういうハーフカットをしてしまうと、表面の印刷が剥がれたり、粒子がですね、飛んで、すぐ切れなくなってしまうことがありますので、それもね、臨機応変に、作っていってくださいね。もしね、カッター使うのが嫌な場合は、こういう物差し、直線定規をですね、こういうふうに当てていただいてから、こうやって折ると、はい、こっちからですね当てて折ると、もしくはピンセットですね、小さいところ、のりしろでしたらピンセットで折ると、こういうね方法でも自分で、ね、組み立てることができます。で、本体ですね、ほぼ折り目ができましたんで、次はですね、連結面、スパ面のところですね、を順番にまた折り目をですね、作っていきます。はい、こんな感じですね。こちらも同じようにいきますと、連結部分のですね、扉が出来上がります。今回用紙の関係で別のパーツに、ね、なってますけれども、基本的には作り方としましては、いつもと同じ底板をまっすぐに貼っていただいてから、まっすぐに貼って車体をですね、形を作ってから、あとはね好みになるんですけれども、先頭部か連結部どちらかをですね、順番に貼り付けていきます。はい、糊ができましたっけ、ごめんなさいね。はい、ね、ちょっと糊が行方不明なので、このままスティック糊で作っていきます。基本的にね、いつも言いますようにね、こういう場合はスティックのりとか木工ボンド、手芸用ボンドなんとかね、速乾タイプののりを使っていただくことで、製作難易度が大きく下がります。
あとですね、少し水っぽい海苔、水海苔とかですね、いわゆる封筒に使うようなアラビア海苔なんかは紙がふやけてしまうことがありますので、あとインクがにじむことがありますので、今回は使わないようにします。はい、こんな感じですね。先頭部がですね、ちょっとだけのりしろが小さいので、この部分だけはゆっくりと作っていきますね。はい、あとね、こういう時はピンセットの出番ですね。内側からしっかりとのりしろを押さえていただいて、しっかりと正面、前面部がこれでできました。前面部がねできましたら、あとはですね、先ほど折っておいたつま面ですね、連結面のところの扉を順番に、はい、貼っていきます。これもですね、紙の柔軟さを生かしまして、少しですね、曲面になるように貼っていっていただけると、新幹線らしさ、新幹線車両らしさがね出ると思います。はい、これで一応ですね、本体部分ができました。あとですね、今回パーツを実はいくつか追加しておりまして、これがこのね、連結ホロとですね、何でしょう、側面の転落防止だと言いましょうか、整流板と言いましょうか、新幹線ならではのですね、空力性能を良くするためのパーツなんですけれども、こちらに関しても同じように組み立てていきます。じゃあね、ちょっと小さいパーツですので、ゆっくりと作りましょう。基本的にはですね、こういう四角い小さいパーツになりますので、これをですね、連結面に貼っていきます。あとですね、こちら小さいスタッフの板なんですけれども、これがですね、側面に、こっちですね、側面につきます。一応ですね、真ん中で折り曲げることでですね、内側の両面ですね、できるようになっていますので、はい、まあ、しっかり折ります。これで貼っていきます。以上ですね。これも、はい、ちょっと乱暴なところありますけれども、これで糊で両面を貼り付けます。左右ですね、ありますので、こちら順番にですね、向きを、模様のですね、上下がありますので、左右を間違えないように順番に作っていってくださいね。これも、はい、糊をつけて箱に折ります。はい、ではですね、これで連結部分のパーツが揃いましたので、ボンド出てきましたね。これ使ってね、貼り付けていきます。まず連結ホロですね、連結ホロの部分を紙の断面にですね、ボンドをつけます。
ょっとね固まってましたんで、これで木工ボンドね使いますと乾くとね透明になりますので、多少はみ出ても綺麗に仕上がります。あとはですねちょっと歪みがあるので調整しながら、ボンドが足らなかったのでもう一回だけ、これに関してはねちょっと多めにつける方がうまくいくかもしれません。紙ですのでね間違っても作りやすい、作り直しやすいのがペーパークラフトのメリットですね。はい、こんな感じにつけます。もう一つですね、こちらね先ほどと言ったようにですね模様の関係で左右ありますので間違わないようにですね、また側面にですね糊をつけていただいて、で横のねラインに合うようにちょっとここだけ難しいところありますけれども、はい、これで貼り付けます。で反対ですね、反対側も同じように、ボンドをつけていただいてラインに合うようにですねこの端に貼り付けます。あ、まず逆でしたねこれ。でしたね、はい、これで、上下ですね、はい、こんな感じに貼り付けていきます。でボンドがはみ出てますけれども乾くと透明になりますのでいい具合にですね仕上がると思います。あとはですね少し車体を丸く成形してもらえると新幹線らしいですね、流線形の車体っぽくなります。はい、はいはい、ではこれでですね D7KW7K の先頭車が出来上がりました。はい、では引き続きまして次はですね中間車 W7K の W26726 型の中間車をですね作っていきたいと思います。こちらもですね連結面つま面がですね用紙の関係で分割されておりますので、組み立て前もしくは組み立て中にですね取り付けるようにしてくださいね。作り方は先頭車と同じで、まずカッターでですね折り目のところを軽く筋を入れておきます。こっちもね筋を入れておきます。基本的にねこの切り筋といいますかカッターのですね筋切りをしておくことで後の作業がすごく簡単になりますので、特にですねお子さんと一緒に作られる場合は大人がこの辺の作業までしていただいた後折る段階からですねお子さんに渡してあげると喜ぶんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じですね。でね、切るときはですね、普通のカッターとかですね、大きい刃を使うとなかなかやりにくいことがありますので、
安いものでもいいのでね、こんな感じのデザインナイフですね。100円ショップでも売ってるものですので、1本ですね、買っといていただけるとすごく作業の幅、効率が広がると思います。これは後にしましょうか。さっき折り目だけね、折っておきます。でこっちもですね、折り目を折ってます。ただね、デバイナイフすごく切れ味が強いので、特にですね、手に当たるとサクッと切れてしまいます。小さい刃ですのでね、あまり大きな怪我にはならないと思いますけれども、あくまで刃物ですので十分に気をつけて使ってくださいね。ではここまで折りましたら、いつものように底板の部分のりで貼っていただいて、はい、貼ります。これだけでもね、結構きちんとした中間車に見えるのが面白いですね。はい、でここまでできたらですね、いつものようにまた両端部分、連結部分のですね、側面扉を貼り付けていきます。一応ですね、ホームページ、林優のサイトではですね、W7K だけじゃなくて、一応 E7K も展開部ですね、公開しておりますので、中身はほぼ一緒なんですけれども、よかったら一緒に作って並べてあげるのもいいかなとは思います。はい、ではですね、先ほどの。しっかりと貼り付けるようにします。はい、紙ですのでね、多少間違ったりブレたりしてもすぐできたらやり直しができますので、はい、こんな感じですね。はい、これで中間車の形ができました。あとはですね、先ほど先頭車と同じように連結のホロの部分をまた作っていきますね。今回ですね、もうスピードアップのために一気に作っていきますね。もちろんですね、この、連結ホロのパーツ取り付けなくてもですね、形にはなりますので、もしお子さんですねと作られる場合ですとか、素早くですね作りたい場合は、もう一歩省略していただいてもいいとは思います。あとですね、今回も省略化のために貼り合わせではなくって片面だけ真ん中ですね、中で切りまして、1枚だけで、片面だけでですね、もう貼っていきます。こちらもね、使わないでいきます。で、連結ホロですね、先ほどカッターで縁を入れておきましたんで、綺麗に折れることができます。折りましたらね、糊でしっかりと貼っていただいて、こっちもですね、連結ホロの部分、一応ですね、前後2つ2組ですねありますので、順番に
り付けるようにしていきます。はい、こんな感じですね。これでパーツが揃いましたので、先ほどのですね、こちら W7K の中間車の方にまた貼っていきます。はい、もうね、ちょっとこちらはさっと取ります。特にですね、こういう紙の断面にですね、糊をつけて貼るっていうのはボンドを使うとすごくやりやすくなります。ね、こっちですね。それでよく間違えますけれども、帯の上下を見ていただいて、上下逆にねならないようにしっかりと確認してから貼り付けるようにしてください。貼り付けた瞬間はですね、すごく頼りないんですけれども、ボンドってですね、乾くと意外と硬くなりますので、もちろんね、お子さんの力で遊ぶとすぐに取れてしまいますけれども、かばる分には全く問題ないレベルの強度になります。もですね、はい、よいしょ、意外とですね、様になったと思いませんでしょうか。で、また反対ですね、反対側も同じように、かなりね繊細な力加減といいますか、柔らかい素材ですので、力ね加えて作ると一発でぐしゃっと潰れてしまいます。逆に言えばですね、力加減を覚えてもらうっていう意味では、特にですね、お子さんの競売としていいんじゃないかなとは思うんですけれども、こんな感じですね。はい、あと1枚貼っていきます。上下間違わないように確認してから貼っていきます。はい、ではこれであとは乾けば完成ですね。ちょっと触れましたけれども、はい、これで E7K の中間車蓋1両目ができました。はい、ではですね、次は3両目、今度はパンタグラフのついた、中間車ですね、電動車の方を作っていきたいと思います。こちらもね、基本的には、パンタグラフのパーツがある以外は先ほどの中間車と同じ作り方。まずですね、折り目の方をしっかりと切り筋を入れていただくのと、あとですね、側面、連結面の方のですね、扉を後でですね、付けていただくのと、まあ、基本的には同じです。あとはね、のりしろの方もカッターを使って折る場所をですね、先に準備をしておきます。ね、パキッと折ることができます。はい、できますね。パンタグラフはね、非常に、壊れやすい小さいパーツですので、一番左右に取り付けるようにします。
これで準備ができました。あとね、いつものように底板、これね、本当に好みになるんですけれども、底板を一番最後につけても、先にですね、前後の連結面、この部分ですねを先にですね組み立ててから、最後にこちらの板を貼り、くっつけるのもありだとは思います。特にですね、この辺は作り方の順番は指定はしていませんので、お好みで自由なようにですね作っていただければいいとは思います。はい、もうね、だいぶ慣れてきたので素早くできると思いますけれども、一応ですね、今回は4両、本当ですね8両編成なんですけれども、全部ですねかばろうとすると2メートル近い場所が必要となりますので、今回ですね半分、4両の約1メートルぐらいですねの編成を目指して作っていっています。なかなかですね、鉄道模型でこうフル編成をやろうと思うと、お金もですね、場所も、あとですね、保管の際の気を使うといいますか、何でしょうね、鉄道模型壊れやすいものですので、ペーパークラフトみたいにね雑に使うわけにはいきませんので、そういう意味ではね、この紙のペーパークラフトすごく気楽に使えていいとは思います。で、はい、あ、忘れてましたけれども、連結面ですね、こちらも全部で2組、前後2組ありますので、また先ほどとね同じようにスピードアップ、省略化のために片面だけ使うのはですね、裏面の本当はね折り返して両面貼り合わせになるんですけれども、今回は片面だけ使うようにします。じゃあですね、パンタグラフと連結面どちらを先に作るかなんですけれども、壊れやすいのはね、やはりパンタグラフ、非常に細いパーツがありますので、先に、連結の方ですね、連結ホロの部分を作っていきたいと思います。はい、これで素早く作るには塗りの速乾性がですねすごく大事になってきますので、できればですねしっかりとした強力なボンドと速乾タイプと書かれたですねスティック塗り2つですねご用意していただくと、使い分けですねしていただくとすごくはかどります。こんな感じですね。これで準備ができました。じゃあまずですね、連結ホロの部分貼っていきます。ちょっとね、濃いかなってぐらいをつけていただいて、まず貼ります。今回ですね、はみ出た部分はあえてファーラブにいますけれども、もしなんでしたらね、デバイナイフ使って、はみ出たボンドを拭き取っていただけるとさらに綺麗に仕上がるようになります。もしくはですねデバインボンドじゃなくて爪楊枝ですね、爪楊枝とか竹串のような先の細い、棒のような
工具プールを使っていただいてもいいかなとは思います。はい、これで最後ですね、最後じゃないですね、連結の転落防止のホロの部分を作っていきます。何べんも言いますように、上下帯の色をですね間違えないように貼り付けていきます。万が一ね間違っても、引っ張るとですね取れるぐらいの強度ですので、新しくですね印刷し直していただいて、貼り付けてもいいでしょうし、間違いますとねこのまま、はい、最後ですね、向きを間違えやすいので気をつけて作ってみてくださいね。はい、4つ目ですね、これで OK かなと。はい、だいぶね乾くまでですね、ちょっと指などで向きとかですね位置を調整してもらいまして、忘れてならないのがパンタグラフですね。はい、パンタグラフですね、すごく細かい部品になってます。3つのですねパーツで構成されてるんですけれども、まず赤い支柱部分ですね、アームの部分を貼り合わせて作っていきます。小さいので場合によってはですね省略もしていただいていいかなとは思います。今回ね一応作りますね。はい、はい、こうやってですね位置を合わせていただいて、これでですね小さいですけどもアームの部分ができました。余白がね気になる方は、この部分ですね、例えばこういったですね筆ペン、ファインペンなんかでこう塗っていただくことで余白のですね白い部分が目立たなくなります。はい、色ペン自体はですね100円ショップなんかで売っているもので大丈夫です。で、終電か終と言いますか、架線とですね触れるところのパーツに支柱をつけていただくことで、これで落ちました。小さいですけれどもパンタグラフができました。
ね、これまたまた G5 ですけれども、あとはですね、本体の屋根部分に付けていただくと、こんな感じですね、パンタグラフ完成です。はい、ではですね、4両編成最後のですね、制御車先頭車ですね、作っていきます。最初に作ったのがですね、グランクラスに相当するもので、今回は、グリーン車ですかね、普通車ですね、W723系をファン型を作っていきたいと思います、ね、本当にもう動画見てはる方はですね、お分かりだと思うんですけども、非常に作り方自体はシンプルです。こうやってこれでですね、折り目を先にですね切っていただいて、切り筋を入れていただいてから、あとは順番にね折っていくだけですので、特にですね迷うことなく作れるんじゃないかなと思います、ね、注意点としてはやっぱりですね、ここ、小さいパーツがいくつかありますのと、あと、ね、こういうデファインナイフ、場合によってはですね、刃物を使いますので、この辺だけね、指を切らないように、怪我をされないようにだけご注意くださいね。はい、ではですね、これで全部、デファインナイフの、下書きといいますか、下処理、準備ができましたので、一気に折って作っていきます。ですね、あ、そうそう、紙ですのでね、例えば絵の具とかですね、先ほどパンタグラフのところで使ったようなファインペン、筆ペンとかですね、いろんなお手持ちの画材をね使っていただいて、例えばマークを描いたり、今回省略してますけれども、グリーン車のマークとかですね、号車番号とか、あとはですね汚れ、雨とかですね雪の汚れのようなものを書いていただくのもね、紙ならではですので、簡単にできるようにできると思います、ね、これでですね、できればオリジナルのカスタマイズしたといいますか、自分ならね、自分ならではのペーパークラフトをね作って楽しんでいただくとね、私たちも展開部公開している意義がありますので、いろいろですねご自身の工夫で楽しんでもらえるといいかなとは思います、はい、こっちもですね、糊を貼っていただいてね、言うてる間に、はい、こんな感じに貼っていきますと、先頭車の形が出来上がってきました。で、反対側もですね、貼っていきます。この辺のね、余白なんかもね、先ほど言いましたように、ファインペンとか筆ペン、何かのですね、画材、ペンですね、絵の具とかですね、何か描くもの、絵を描くような道具をね使っていただいて、塗り代が切れてなかったので、はい、いろんなですね自分なりの工夫をしていただいてですね、綺麗に仕上げてみてくださいね。はい、こっちもですね貼っていきます。ましたので、ここだけやり直します。
ね。よく使うのはね、このガンダムマーカーですね。ガンダムブラック、スミレ用ですかね。でもないですね。結構ね、使いやすい、インクの出がいいので、ちょっとだけですね。黒い部分、白い部分ですね。塗り足しをしておきます。あまり塗りすぎるとですね、すごく嘘っぽくなってしまいますので、ちょっとだけ隠すように色塗りしておきます。はい、でここまでできたらね、もうほぼ完成です。あとはですね、連結面、つま面の部分ですね。はい、折っていただいて、ここまでですね。入れたらまっすぐに貼り付けていきます。以上ですね。今回一気に4両作りましたけれども、もちろんね、1両ずつですね、丁寧に作っていただく方が仕上がりが良くなりますので、はい、あれですね。ちょっとブレードってもう一回だけ。どうでしょう。ちょっとですね、ぶれましたけれども、こんな感じに。はい、あとはですね、連結面を作っていきます。はい、ではですね、最後、本当に最後の作業になるんですけれども、連結面、連結のホロの部分をですね、作っていきます。こちらもですね、時間短縮のためにまた片面だけ、本来ですね、両面の貼り合わせなんですけれども、片面だけに、切り取っています。ですね、つけていただいて、はい、これで完成ですね。あとはですね、この連結の扉部分に順番にですね、貼り付けていきます。で、こっちもですね、同じように。で、ですね、長かったですけれども、これで最後のパーツですね。最後の転落。防止ホロといいますか、整流板といいますか、
ちらをつけます。はい、あとはですねしっかりと乾燥させれば出来上がりになります。これで先頭車ですね2つ目ができました。今までの並べますとこんな感じですね。はい、どうでしょう、ペーパークラフト、まあ、紙ね、紙でできたもんなんですけれども意外とですね形になってると思いませんでしょうか。よければですね皆さんフル編成にもデータありますので挑戦してみてくださいね。